長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。長崎県職員の令和6年度の採用試験がスタートしましたね。幅広い業務に携われるだけでなく、離島、半島も含めて県内各地で活躍できることも長崎県職員の魅力の一つですよね。よし、今回はより良い長崎県づくりに向けて様々な施策に取り組んでいる長崎県職員の仕事の魅力を紹介しよう。てんさん。はい、てんです。皆さんは長崎県職員にはどんな職種があるかご存知ですか？行政一般事務職をはじめ、水産職、農業職、社会福祉職など大きく12の職種があります。今回は行政一般事務職と土木職の仕事を見てみましょう。入庁8年目の森尾さんは、対馬振興局の建設部や文化観光国際部観光振興課での勤務を経て、現在は産業労働部企業振興課で業務に励んでいます。企業振興課では地場企業の新規事業展開や販路拡大への支援をはじめ、造船、航空機、半導体産業の振興や企業誘致に関する業務を行っております。その中で私は補助金に関わる事務処理や企業の取引拡大に向けた支援などを担当しています。ものづくり現場に足を運び、経営者の方からお話を伺いながら、事業の役に立てたりお困りごとを解決してありがとうと感謝の言葉をいただいた時には、この仕事に携われてよかったと思います。魅力的な雇用の場の創出などを通じて、若者が戻ってきたい、ずっといたいと思えるような長崎県にしていきたいです。行政一般事務職はおおむね 3,4 年ごとに異動があり、長崎県が抱えるさまざまな課題に多方面からアプローチできるやりがいのある仕事です。続いては土木職の仕事を見てみましょう。入庁2年目の古川さんは、島原振興局道路第2課で勤務しています。島原振興局道路第2課では、南島原市と諫早市を結ぶ高規格道路、島原道路の建設に関する業務を行っています。その中で私は橋脚工事や測量業務を担当しています。小学生の時に硫黄島大橋の建設現場を見て以来、土木に興味を持ち、事業の計画から工事維持管理まで幅広く携われる公務員の仕事に魅力を感じて入庁を決めました。自分が建設に携わった道路が数年後には教養開始され、実際に通れるようになることを想像しながら働く日々はとても楽しいです。これからも県民の生活を支える土木職に長く携わり、もし将来家庭を持ったとしても、今感じている土木に対する意欲や向上心を忘れずに、仕事と家庭を両立できる技術者になりたいです。長崎県職員だからこそ味わえる仕事の充実感があります。長崎の未来を一緒に作りましょう。新しい長崎県を一緒に作ってくれる仲間がもっともっと増えてほしか。しかだくに。